ここは京都になるんですけど、私初めて来るんでめっちゃ楽しみ。にオープンする任天堂ミュージアムに来ました。楽しみです。まだ何にもオープンしてないから何も、紹介できるもんはないんですけど、はい、こんな感じです。